チベットの歴史では、7世紀に、トバン王朝による、チベット高原の統合に成立した、チベットの、現代に至るまでの歴史通史を概説する。今日、帝官団より、今日、帝の名で、チベット系と思われる民族の記述が見られる。今日の源は、教師で帝は、死有の末と言われる。今族は、中央アジア東部から、中国の西北部外苑にかけて、 移動生活する遊牧民であり、広大の文献資料や言語学の研究から、期限0年前後に、チベット高原南部から侵入した、チベット人の祖となる部族集団が、東北部から中央部へと進出し定住したと考えられている。遊牧民の侵入と定住は6世紀まで断続的に続き、チベット中央部に多くの君主制国家が形成された。 トバン7世紀にチベット高原を統一したトバン王朝には、やる、ルン王朝時代という建国神話があるが、多くのチベットの歴史家の間では、第33代の王村千岸ポが誕生した617年が、チベットの歴史の始まりとして考えられている。トバン王朝の成立を契機として、高原の住人たちに、チベット国、チベット人の観念が共有されるようになった。 7世紀から9世紀まで、ドバンは、婚姻による外交と征服戦争によって、南は、ネパールやシャンシュンを支配し、北で、シルクロードのオアシス都市をめぐって、ウイグル人、トゥルク人など多くの民族と派を競った。中でも、中国の唐と、断続的に交戦、停戦、和平を繰り返しつつ交際した。640年には、仏教初伝伝説の一つとなっている。 文政公主の効果が行われ、822年から823年には、対等、平等の立場で、講和や国境の確定、施設の往来などを取り決めた、長兄解明の締結に成功した。多くの民族と接触したチベットには異民族の文化が流入した。孫千元歩時代の635年に、グプタ文字をもとに、チベット文字が作られ、 サンスクリット語の仏教経典の翻訳が行われるようになる。仏教は王宮を中心に信仰されたが、既存で千の代に急激に盛んとなり、791年に正式な国家宗教となった。仏教が定着する一方で反発も生じ、王宮では、インド仏教と中国仏教、盆教を支持する政治勢力との間に亀裂が生じた。 七百九十四年にサムイエーベラの就論が行われ、インド仏教への意思統一が図られたが、宗教問題を背景とした清掃や暗殺は、その後も頻発し、八百四十二年のランダルマ王の暗殺によって、トバン王朝は崩壊した。トバン王朝の崩壊以後は、地方の領主が特定の宗派と結びつく、氏族教団が各地に成立した。八百四十二年には、 一番の王族の一部が、西チベットで、グゲ王国を建国した。他、アオト王国がある。サキャハ時代モンゴル帝国がチベットに進出してきた際には、士族教団の一つサキャハが、モンゴル帝国の後ろ盾を得て、他の士族教団や諸侯の上に君臨した。サキャパンディタ1240年、モンゴル帝国の第二大藩を五邸の息子コデンは、チベットを攻略し、 カダム派の寺院を焼き、僧侶を殺した。一方、六代目指すのサキャパンディタの名声は遠く、モンゴルにまで聞こえており、古伝はサキャパンディタに面会を要求。1244年、サキャパンディタは二人の甥、い、パクパと、着ナを連れ、古伝と大御子の付近で面会した。この時に、古伝がサキャパンディタを見込んだ理由は不明であるが、1249年、 古伝はサキャパンディタに、ラサやサキャのあるウーツァン地域に対する政治権限を与え、サキャ派とモンゴルとの同盟が形成された。これは、中央チベットにおける根子の政治力が強かったことも、物語っている。1260年に、クビライが、モンゴル帝国の、第五大派案に即位すると、クビライの元にいたパクパは1260年に停止に、 任命され、元における仏教に関する全権を任された。1264年には、パクパのために最高統制員が作られた。また、パクパにアムド、カム、ウーツァンに対する政治的、宗教的権威を委ねた。1270年、パクパは首らに壊れてモンゴル語を記述するためのパスパ文字を作った。また、パクパの弟、チャクナは、 古伝の家系の王女をめとっている。以後のモンゴルとチベットの関係を単純に西洋的な意味での創主国、属国という関係で見ることはできない。フビライは手紙の中でパクパに私はあなたの保護者であり、ブッダの教えを広めることはあなたの務めであると語っている。これはあくまでも個人と個人の関係である。 皇帝は政治的な保護の権力を行使し、帝主はチベットだけでなく中国を含む全モンゴルに宗教的な影響を与えている。これ以後の1911年の信頼革命まで中国とチベットの関係はおむねこのようであった。チベットから見れば、チベットの守護者、観音菩薩と中国皇帝、文殊菩薩は同格である。しかし、 中国から見れば、中国皇帝と同格ということは定義上ありえず、両者の関係は、チベットから見るか、中国から見るかで大きく異なる。この時期のチベットには、モンゴル帝国の王子が率いる中東軍が配置され、帝国を覆う駅伝網が展開され、また、チベットの諸公、教団の代表となっていたサキャ派の艦長は、チベットの地を離れ、帝氏、国士や、 ノブマサインの長官職に任命されて、ハーンに随行して、帝国の首都大都に駐在していた。クビライは1288年に、ノブマサインを設立し、サキャハの長の帝子がここで指導し、チベットを支配した。パクパが1280年に死んでからも75年ほど、サキャハは、サキャ寺院を総員都市として、モンゴル帝国が衰退するまで中央チベットを、 支配した。また、チベット全域に対しても大きな権限を持った。モンゴルは、チベットを13地域に分け、それぞれの領主をマンコ町に任命して支配していたが、1285年に、ラサ北東1 0 0トルほどの位置にあるディ軍のマンコ町が、イルハン町と結んで反乱を起こした。最初は勝ち進んだが、1290年にはサキャハの軍隊に敗れ、 本山リクンティルを焼き討ちされている。十代目指すのでチェンサンポペルの子供君がロデが八代目停止となり、1347年、君主を取得か、ラカン家、ドゥムチョウ家、リンチェンカン家の四ラプダンに分け、受け継いだ遺産も分割した。後にこの四ラプダンが対立し、代わりに下牛派の主派パクモド派が力をつけていった。サキャの小さな町は、 内乱寸前となり、モンゴルは1320年代末に、ノブマサインを廃し、モンゴルとサキャ派の絆はなくなった。パクモドゥ派時代、パクモドゥ派のチャンチュプ・ギエル・チェンは、反乱を起こし、1348年にゼ、ツェルが、1350年に、リグインが陥落した。チャンチュプ・ギエル・チェンは1354年には、中央チベット全域を支配し、 サキャハの長と面談している。1358年にサキャハの長は大臣に暗殺され、サキャハのチベット支配が終わり、パクモド派が支配するようになった。同時に、チベットは中国の支配を完全に脱した。サキャハに代わって、氏族教団、パクモド派が中央チベットを掌握したが、パクモド派政権はモンゴル帝国。 名との交渉を統制しようとはせず、名も、民に使者を派遣してくる諸公や、諸教団と、作法、将交関係を取り結ぶだけで満足した。臨墳八代1420年代、タクパギエルゼンの次男サンギエギエルゼンは、プン家の娘と結婚した。タクパギエルゼンが死亡すると後継者争いが起き、 リンプン家の支援を受けたサンギエイ・ギエルツェンが1432年に6代目、パクモドゥハの長に即位した。しかし、翌1433年には罷免され、リンプン家の妻との長男タクパジュンネが、連鎖、ティル寺院から戻って7代目として即位した。リンプン家は、チベット中西部のツァンを支配し、4月東部のリンプンを首都とした。一方、 パクモドゥハの本山伝サティル寺院は、正解とは別に僧上位が支配していたが、1444年に僧上くらいの僧が死ぬとこれを空位にし、リンプン家が寝ンをも支配した。パクモドゥハの長の領土は、ラサ周辺の上のみとなった。1480年代、ラサでゲルク派とカルマ派が対立して、寺院を焼き打ちする事件が起こる。これを機会に、 リンプン家の長トンユドルジェはカルマ派の殺傷者マル派と結び、ウーに侵攻し、パクモド派の長君がレクパワー、首都、ネドンから追放された。トンユドルジェはチベットを支配するようになるが、1506年に彼が死ぬとネドンは無政府状態となった。サンパ政権時代1565年には、リンプン家の行政官、セテンドルジェが、サントへ王として、 四月を中心として、ザンデパを支配し、リンプン家のチベット支配が終わった。ザントエ王は17世紀には、ウー地方にも、勢力を伸ばした。1642年、オイラとのハーンにして、保守都部長の愚ハ藩に敗れて滅びた。その後も、チベットでは、争いが続き、ダライラマ5世が17世紀に支配体制を、確立するまで安定した平穏は訪れなかった。 ゲルク派は他の宗派に習って天正活物性を取り入れ、勢力的な活動によって16世紀半ばにはチベット最大の宗派を形成した。後に、ダライラマ3世となるソナムギャンツは1578年にモンゴルのトゥメト部長アルタンハーンと会見して、お互いの称号を交換し合い、ダライ章を使用するようになった。17世紀半ば、 ゲルク派の有力な化身ラマの名跡ダライラマを、信仰するオイラトの指導者トゥルバイフが、チベット高原の大部分を制圧し、ダライラマ政権が成立した。グシハン王朝とガンデンポタンの時代デップンデラの、ダライラマ五世の財務官ソナムチュンペルが、オイラト族保守と武士同社グシハンと結び、グシハンは1637年から1642年に、かけて、 チベットの全域を平定、いくつかの大領主を滅ぼし、その他の各地の諸公を服属させ、グシハン王朝を樹立した。四代約八十年続いた。グシハンは同盟者ソナムチュンペルの功績に応じて、チベットの中枢部がダライラマ領として寄進した。その統治機関として、チベット政府ガンデンポタンが発足した。 1653年から1654年頃に編纂された法典にはチベットの藩とガンデンポタンの主藩弟シがダライラマの下で実月の一体を成すと描写されている。1645年にはダライラマ五世がポタラグの建設を始めた。満州族新国との国交清の順次帝はダライラマ五世に北京に来るよう迫った。 バライラマ5世が幼い頃、中国では民が政権を握っていたが、その北方では、満州民族が力をつけていた。満州は彼らの自称であり、文殊菩薩の、満樹に漢字を当てたもので、仏教を奉ずる民族だった。満州民族は、西のモンゴル高原諸勢力を、次々と従え、1636年に、清を、建国、1637年には、 李氏朝鮮を従え、1644年には中国を併合した。この時の清の皇帝は順次帝であった。チベットもこの信仰勢力に無関心だったわけではない。当時はまだダライラマ政権が確立する前であり、1640年代、ダライラマ五世をはじめとするチベットの有力勢力が、清の支援を受けるべくそれぞれ使者を送っている。 清としてもチベット仏教は大事であったが、モンゴル高原諸勢力も深く、チベット仏教を信じており、彼らの怪獣のためにもチベット仏教の管理は重要であった。順次帝は何度も、ダライラマ5世に首都北京に出てくる用意、1650年には清から贈り物を添えた代表団が派遣されている。しかしこの頃には、 ダライラマ5世の権力と権威は確立されており、清を無理に訪問する理由はなく、しばらくは断り続けた。1652年にようやく、ダライラマ5世は、北京を訪れた。順時帝は、異民族への待遇としては異例なことに、自ら北京から数日の距離まで出向いて、ダライラマ5世を迎えた。順時帝は、 ダライラマ五世に対して改めて、ダライラマの称号を送り、ダライラマ五世は、順次ミカドに、文ュ皇帝の称号を与えている。この時、ダライラマ五世が、新国皇帝に従属したか、それとも、両者対等の対面であったのかは、現代でもよく議論にされる。当時の新国側と、チベット側の記録に、すでに認識の食い違いが見られる。1682年に、 ダライラマ五世が死ぬと後継者争いが起き、摂政のサンギエギャツラが、ダライラマ五世の宗教的、政治的権威を、自らが継承したという自己深格化をの試み、愚ハン一族の排除を目指した。ジュンガルの信仰と慎重による青海出兵愚ハン一族が支えた、ダライラマ政権は、18世紀初頭。 ダライラマ5世の後継者を誰とするかをめぐって、内紛を起こし、オイラと本国や真の介入を招いた。1717 17年、オイラと本国を支配するジュンガルブの奇襲により、着刑が断絶。1718年と1720年から1721年に、清朝の後期帝は、ダライラマを要する愚子藩一族という生態の復活を目指し、介入する。 シハン一族による、チベット東部の支配形態には、数年任期の大官を派遣して、統治に当たらせる、直轄領と、古くからの歴史を持つ諸公に奉能させ、諸領の安堵や、内紛の調停を行う諸公領とがあったが、中国において、新朝の支配が確立すると、中国との隣接地方に位置する諸公の中には、領主の後目争いや内紛などで、 成長に頼ろうとする者が出てくるようになり、17世紀後半より、チベットと中国の境界地方では、愚ハ藩一族と新朝地方間の小競り合いが見られるようになった。新朝側では、愚ハ藩一族のチベット諸公への支配について、本来、内地に属する、はずの番人たちが、不当に、モロコの支配を受けているという立場を取っていた。 1720年、ジュンガルの信仰に対する救援を名目に、高規定が介入した際には、リタン、バタンの有力者たちを勝負し、また、養成帝は、カム地方に、地方官を派遣し、カム地方の諸公に、新朝の作法を受けるよう求め、拒否する者は天使に草を仕掛けた者とみなすと威嚇、愚子藩一族から抗議を受けている。 傭政帝による青海出兵、後期帝の後を継いだ傭政帝は、父三角の方針を一転し、愚ハ藩一族の権限や権益をチベットから排除することを目指し、愚ハ藩一族が本郷を置くチベット東北部、アムド地方の北部に位置する大見草原2723年に、侵攻、翌1724年までに愚ハ藩一族をすべて制圧した傭政帝は、 愚ハ藩一族が、チベットの諸公たちやチベットの各地に有していた、権限、権益をすべて摂取。80年間続いた、愚ハ藩一族のチベット支配は、ほぼ完全に覆され、愚ハ藩一族が、本拠地を置いていた大見草原と直属の青海保証と、部族は、明紀生、アムド地方とカム地方東部の諸公たちは、土地制によって、新朝の支配下に組み込まれた。 後期帝は、愚子藩の建てた法をチベットの正当な生態とみなし、ジュンガルのチベット信仰に対する介入にあたっては、ダライラマを要するチベット藩という旧体制の復活を支援するという建前に基づいて行動したのに対し、妖精帝は18世紀初頭以来続く愚子藩、一族の内紛を、検案解決の後期とみなし、1723年、内紛の当事者、 ロブサンダンジンを、清長に対する、反乱者と決めつけ、年功業を司令官とする遠征軍を、大見地方に派遣し、グシハン一族を一挙に制圧する。妖精邸は、グシハン冒系一族を屈服させ、彼らがチベットに有していた、様々な権限や権益を略奪した。この攻撃によりグシハン一族は、チベット王権も喪失して王朝は、終焉を迎えた。 陽精のチベット分割1724年5月に年功行が大見前工事を提出し、チベット再編案を提出した。この提案を受けて、陽精帝はグシハン一族が支配下に置いていた諸公領直轄量を1724年から1732年にかけて、チベットを丹羅山脈より立地側にかけての線で2分し、西南部は、 岩ン,ンポタンに委ね、東北部のモンゴル王公チベット人諸校らは、大見地方と甘縮省、四川省、雲南省などの諸省に分属させた。に散布にした。眼朝の万古性、明朝の英書性による、作法体制のいずれも、中央チベットと、東部チベットに、内地とそれ以外という区分をもたらすものではなかったし、 新朝の歴代君主たちもチベット仏教圏の民に、対しては、文樹皇帝として、ダライラマを擁する姿勢を示し続けており、商法を取りなど争わぬ、天朝の主として、ダライラマの権益を侵害し得る立場にはなかった。チベットの国土に対する、ダライラマの効果の地と、内地という二分割は、高規定の対チベット方針を覆し、 愚子藩一族の権益を剥奪して我がものにすることを正当化するロジックとしてこの時に創始されたものである。妖成帝が設定したこのチベット高原の分割の枠組みは19世紀第二四半期以降崩壊するが1951年にチベット侵攻を行いチベット高原全域を制圧した中華人民共和国は1955年 要請のチベット分割の際に設定された区分をほぼ、そのまま復活する形で、昇級の行政区画を行い、チベット民族自治区を、チベット部分のみに限定し、その他のチベット各地を、内地諸省に組み込んだ。カンチェンネ令政権の後、ポラネー政権が成立。ポラネーは1740年に、新朝より、軍王に封ぜられた。 ポラネーの息子ギュルメナムギャルの治世で、真の中倉大臣との間で、ギュルメナムギャルの乱事件が起こり、チベット軍王政権は転覆された。さらに、新朝のチベット支配は、1789年、1793年のグルカ戦争における支援などによって強化されていった。新朝のチベット支配の終焉19世紀に入ると、朝は1840年の 祝戦争、1855年から1856年のネパールチベット戦争などにおける無策により、チベット人の信頼を失っていった。1903年12月から1904年9月にかけて、ヤングハズバンド率いる英遠軍のチベット侵攻と虐殺事件が起こった。1905年から1910年の長人豊かによる、 四川軍のチベット侵攻にあたり、新朝の朝廷は、長寿豊の側に立って、チベットの抗議を否定し、インドに脱出したダライラマ13世に対し、敗位や別の転生者の捜索を命じたため、新朝の権威は完全に地に落ちた。1911年には、侵害革命が展開し、1912年2月に戦闘廷が退位し、 孫文との交渉で、遠征外が、中華民国の第二代臨時代総統に就任した。これにより、新朝は崩壊、チベットにおける、満州人の支配も崩壊した。軍ポナムギャルの乱とデンポタン政府カム地方にアロンの、領主、軍ポナムギャルは、19世紀半ば、18諸公と呼ばれる、カム地方の領主の大部分を制圧した。 これらの諸侯は1725年以来、成都の四川総督を介して兵部から作法を受けており、清志は反乱を鎮圧し、諸侯を救援せねばならない立場にあったが、清国はこの時期太平天国との戦いで、カム地方の戦乱に介入する余力はなかった。清志に代わってこの動乱を収束させたのが、ガンデンポタンチベット政府である。ガンデンポタンは、 数年かけて、軍ポナムギャルを打倒し、カムの十八諸侯を丘陵に復帰させた。真の朝廷は、ガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンが、ニャロンを摂取することを認めた。ガンデンポタンは、ニャロンに、ニャロン総督を派遣し、直轄地として支配した。これにより、ガンデンポタンの勢力権は、 立川を越えて東方に拡大し、従来名目的には四川省に帰属していたカム地方東部の諸公にも強い影響力を発揮するようになった。清は中国における諸反乱をほぼ収束させると新末申請に着手した。新末申請は深国における国家体制の近代化であるが、チベット、モンゴルなどに対しては、 従来中国とは別個の法制、行政制度のもと、明、旗の長屋、土色にある諸公たち、岩田ポタンなど、その民族自身による統治に委ねてきた体制を根本的に覆し、省、衆、県を設けて中国に組み込むことを目指す、というものであった。長寺豊かによる立小運動とチベットの独立1九0年、四川総督の長寺豊は、 四川軍を率いて、チベットに侵攻。妖精のチベット分割以来、名目上、四川省に帰属してきた、カムチ方東部の諸公や、1642年に、成立し、ラサに本拠を置いて、チベットの中央部を統治する、ガンデンポタン軍などを、次々と破り、1910年、ラサに入場した。ダライラマ13世はインドへ逃れ、は、 カム地方の諸公やガンデンポタンによる支配を廃止、その他のチベット人諸公の小政権をすべて取り潰した。さらに朝は、ガンデンポタンやガリ地方からウーツァン地方にかけての地方に、チベット省を、カム地方に、成功省を設置し、従来、チベット人自身の統治に委ねられていた、チベットの国土を、小制度を敷くことにより、中国へと併合することを目指した。 しかし長が統治機構の整備に取り組み始めてほどなく、1911年に中国で侵害革命が勃発。長は生徒に戻ったところで革命派に殺害され、長が配置した行政機関や中東軍はデンポタンからの反撃や地元勢力の放棄により次第に崩壊していった。チベット側はこれに乗じて反抗を開始。 1913年にラサを奪還して独立を宣言する。チベットの統一と独立を目指すガンデンポタンは、この省の全域を失地回復の標的とし、立樹カ西岸の地を奪還し、さらに東岸への進出を狙った。また、立樹カ東岸の地も中国の支配を嫌うカム諸行の抵抗により、過労じて県城と主要街道を抑えるのみのありさまとなり、 省として発足する条件が整わぬため、長らく特別地区という位置づけに甘んじた。チベット独立とダライラマ政権清が崩壊した1912年から中華人民共和国によるチベット侵攻の1951年まで、チベットのダライラマ政権は、チベットの国土の半ば以上に排他的実効支配を確立し、国際社会に対し、 国家としての独立を求め、イギリスをはじめ独立国として承認されていた。侵害革命と新朝崩壊に続いて、チベット軍は奇襲によって、チベットに駐屯していた新国軍守備隊を、チベット内から追い払った。続いて、ラサに駐在していた、清の役人は、チベット中心部での新軍の降伏と撤退が盛り込まれた点合意にサインを強いられた。 ダライ・ラマ13世は1910年に新軍の侵攻があって以来インドに逃れていたが、1913年早くにラサに戻った。そして聖職者をパトロンとした中国人のチベット植民地化の意図を非難し、我々は小さい宗教的な独立国家であると述べた宣言を発布しチベット中に広めた。1906年に満州人を追い出して、 韓民族の独立回復をすることを宣言していた孫文をはじめとする韓民族による侵害革命によって1911年に清が解体され1912年に中華民国が建国されると臨時大総統に就任した孫文は満州人の清帝国の領土をそのまま引き継ぐことを宣言したついで臨時大総統となった遠征以外はダライラマに 彼の宣言を取り下げるようにと伝報を送った。ダライラマはこの書面を突っぱね、チベットにおいて、世俗と生殖の両面での統治の行使を目指していると、返答した。1913年、ダライラマは、中国皇帝とチベットの関係は、後援者と生殖者の関係であって、どちらかからどちらかへの従属に基づいたものではなかった。 と明言された声明を発し、我々は小さい宗教的独立国家であるとの宣言を発した。チベットモンゴル総合承認条約チベットモンゴル総合承認条約書。侵害革命により、新国が滅亡すると、その丘陵をめぐって中国本土の漢民族が建国した中華民国とモンゴルチベットの民族政権は、 それぞれの主張に基づいた国際的地位の確立を目指した。中華民国は、新国の給料の全域を単位とする中国という枠組みを設定し、自身を中央政府と位置づけ、その他の各地の政権に服属を求める漢民族の共和政権を主張した。これに対して、モンゴルとチベットは、新朝皇帝の消滅により、その支配下に入っていた。 諸国、諸民族は、それぞれ対等の別個の国家となるとの立場を取った。満州人による、西欧朝では、中国本土は、直轄地とされていたが、チベットモンゴルは、作法関係という主従関係を結んだ半部であり、事実上独立していたので、清帝国に服属していても、漢民族の中国に、服属しているという観念はなく、中国、モンゴル、 チベットの三者の区別は明確であった。1913年1月11日、モンゴルのボグドー・ハーン政権とチベットのガンデンポタンは、ウルガにおいて、両国の清志からの独立を相互承認し、安全保障協力を訳するチベット・モンゴル相互、承認条約を締結した。この条約は、モンゴルとチベットが、中国とは別個の独立した国家としての、 国際承認を協力して獲得しようとする中で締結された、シムラ会議とマクマホンライン1913年から1914年にかけて、シムラにおいて英国、チベット、中華民国の三者の間で、シムラ会議が開かれた。英国は、ロシアと中国がモンゴルに対して初期に行った合意のように、チベット人居住区を打ちチベットと、 外チベットに分割する提案をした。外チベットはほぼ現在のチベット自治区と同じ地域であり、中国の総主権のもとに自治し、この地域では中国は行政への干渉を控える。一方、東、カム、アムド、ラサからなる内チベットでは、宗教上での問題の支配のみが保たれるとした。1908年から1918年、 中国の守備隊はカムにおり、地元の王子はその司令官に従属していた。当時イギリスは中国のチベットを覆う総主権を認識しており、チベットを中国の権に変えないという中国政府との合意と共に中国領土の一部と同等にチベットの状態が断言されていた。しかし、内チベットと外チベットの明白な境界線に関した点で、 交渉が決裂すると、英国の交渉長官であったヘンリー・マクマホンは、チベット・インド国境にマクマホンラインとして知られる、線を引いた。この線によって英国はおおよそ9000、平方キロメートルものチベットの歴史的領域、タワン県を併合した。これは、現在のインドアルナーチャル・プラデーシュ州である。後に中国は、このマクマホンラインが、インド側への不法編入であるとして抗議し、 この地域を南チベットと呼んだ。なお、英国はすでに1912年には地元の族長たちと合意を締結していた。志村条約は三者の代表団によって締結されたが、北京政府は外チベットと内チベットの間の国境を欠くことに対する不満からすぐに合意を撤回した。このため、マクマホンとチベット人代表は、 この合意に示されたすべての事柄において中国のいかなる主張も拒絶する通帳の付託されたこの条約を映像相互条約としてサインを行った。英国の運営していたインド政府は最初は英路協商に矛盾するとしてマクマホンの相互条約を拒絶した。その後マクマホンラインは英国政府及び独立後のインド政府にとって国境と捉えられた。 中国からすれば、この地域は、中国領であり、また、シムラ条約を締結していないために、条約は無効であり、インドによる、この地域の併合は不当であった。この問題は、後の1962年、中印国境紛争をもたらした。ダライラマ13世と近代化政策一方、モンゴルは、ロシア革命の煽りを受けて、次第に共産化した。 イギリスはそれに対抗して、チベットの親、イギリス化を図った。イギリスは1920年、ダライラマ13世が、インド亡命中に、担当官、チャールズベルをチベットに派遣し、兵器や、鉱山の開発援助を申し出た。しかしこれは、外国嫌いの人員勢力を刺激し、デプンデラが政府と対立した。チベット政府軍はこれを包囲し、 デプンテラ総場を罷免した。なお、1921年に孫文は、チベット人、モンゴル人、ウイグル人などを同化して、中華民族としての単一民族国家を目指すことを明らかにしている。その後、英国主導のチベット近代化は進められ、1922年には、インドと電報線が結ばれ、1924年には、水力発電所、兵器工場、 郵便制度、警察組織も作られた。パンチェン・ラマ9世はこの近代改革に反対し、1923年に中華民国に亡命した。近代化政策により、チベット軍が急激に力をつけたため、ダライ・ラマ13世は、自重調の進言を受け、1925年に、軍最高司令官のザロン・シャペを解任した。その後、 ダライ・ラマ13世の政治は次第に内向的になった。地重長の進言により、1926年には英語学校が廃止され、イギリスと疎遠になった。清掃も激しくなった。1929年、サロンシャペが大臣を解任され、財務大臣のルンシャルが軍を掌握した。1931年、軍がタバコの闇商人をネパールで逮捕し、 韓国で死亡した事件が外交問題となり、ルンシャルが罷免されて、クンペラが軍司令官となった。1930年、ベリの寺院とデルゲの寺院で抗争が発生。そこに中華民国軍とラサの軍が介入した。この時は満州事変などの影響で中華民国が忙しく、チベット有利に終わって宮尾港が新国境戦となった。 しかし1932年7月には中国軍が長江左岸まで取り戻した。チベットは国際連盟に仲裁を依頼したが効果なく、ダライラマ13世は1932年9月、長江を国境落とし、中国の総主権を認めることに合意した。新国境付近では、チベット、中華民国それぞれが過酷な税を取り立てたり、 紙兵や強盗が支配する地域が出たりした。1938年、英国は最終的に二国間協定として、志村条約を発行し、マクマ本来以南のタワンの総員に、ラサイ税を納めることを終えるように求めた。しかしチベットは1940年、ゴロマクマ本来の位置を変えた。1947年遅くには、チベット政府は、 新しい独立インドの外務省に、マクマホンライン以南のチベット人地区に対する主張が、述べられた書簡を書いた。中国政府は、志村書簡にサインを拒んでいたことから、認識の一致として、マクマホンラインの正当性に逃げた。軍閥時代のガンデンポタン政府と、中華民国、ダライラマ13世トゥプテンギャツオ軍閥時代の間、中国は、 チベットに干渉する力を持つことができなかった。1918年、ラサはチャムドと西カムの統治を取り戻した。ヨース港に沿って急戦が行われ、この時、チベット政府は映像のほとんどと西カムを支配しており、大体現在のチベット自治区の境界と一致する。ヨース港に分割されている東カムは、リュウ・フミテル将軍の軍閥に占領されており、 中誠心を変えた現地のチベット人王子が統治を行った。アムド、青海はさらに複雑であり、青年地区は1928年から海賊の将軍マホカオルとそのムスリム一家の将軍のウマヤ軍に占領されており、彼らは一貫してアムドの残りへの影響力維持に努力した。青海の残りの地域は地元政府が統治していた。南カムの他に、 雲南の一部には1915年から1927年にかけて雲南軍閥が伸びており、知事で将軍である龍雲は中国内戦の終わり頃、小介析の命令で森一名が彼を排除するまで雲南に居続けた。元伝ポタンチベット政府は1917年から1918年、1931年から1933年にかけて、 中華民国と戦火を交え、立中川に至るまでのカム地方の西部に対する支配権を徐々に回復していった。やがて、チベットと中国は、それぞれカム地方の全域が、自国の管轄下にあるという建前の地方行政他人を設けた。チベットは、カム地方西部の中心都市アムドに、ドカム総督府を置き、閣僚級のアムドカム総督を廃して、統治に当たらせた。 一方、中華民国は、発足以来、カム地方に対して、詳細を施行することができず、河辺特別区を置いていたが、国民政府時代の1939年、日中戦争の勃発に伴い、国民政府は、特別地区解消を急ぎ、実行支配の及ぼばないで地河合性をも、名目上の範囲として、成功省を設置した。実行支配領域は、 リチュカ東岸に限られたダライラマ13世の知性北京はその領域に代表者を置くことはなかった。1912年以来、チベット中国間の交渉は英国が仲裁する場合のみに行われてきたが、1933年11月にダライラマ13世が死去すると、以後、チベットと中国との間で直接交渉が再開された。中華民国は、 パンチェンラマ9世をチベットに送り返し、チベットの政治に中華民国の意思を反映させようとした。しかしパンチェンラマ9世はラッサ到着前に休止した。しかし、中華民国の国民党政府は妄想委員会のメンバーの一部を13世の葬儀に弔問施設として送り、そのまま中倉弁事官としてチベットに駐留させることに成功している。 実質的な権限はほとんどなかったが、中華人民共和国が成立した1949年にラサ政府が全員退去させるまでこの部署が存在した。この退去事件が中華人民共和国のチベット侵攻のきっかけの一つとなっている。1933年のダライラマ13世死後、久しはチベットが自らの政治情勢を管理できたならば、 チベットは名目上中国の一部のままだったという1914年の立場を再び主張した。1912年以降チベットは中国の制御から事実上独立していたが中国共産党はチベット統治が断絶しなかったとして当時の国民議会と国会の両議会にチベット人議員が存在したことを根拠に主張している。 1934年より1935年に、かけ、調整により、カム地方を通過中の老農公軍第四軍の支援によりチベット人人民共和国が設立されたが、公軍の撤退とともに、ほどなく解体した。ダライラマ14世と、第二次世界大戦後ダライラマ14世、天神ギャツ秘書と一緒に撮影された、ネパールの施設ビスタ少佐。 1938年、ラサ。ダライラマの転生者である、ダライラマ14世は1939年に、中華民国大見省のチベット人居住地区タクツェルで発見された。14世は5歳までそのまま、中華民国内で育てられ、1937年に、ラサに移された。そして1940年2月22日に即位した。なお、中国は、 国民党政府が、ダライラマ14世を認定し、国民党の代表者、ゴ・タダノブが式典を統括したと主張しているが、チベット側は、その事実はないとしている。チベット軍1942年、チベットは、外務省を設立している。他方、同1942年、アメリカ政府は、紹介石政府に、中国のチベット政策に、意義はないとした。 またチベットは日本に親密な態度を貫き、連合国による中国への武器輸送を拒み中立を保った。第二次世界大戦後のチベット施設団1946年に、チベット外務省は第二次世界大戦終結関連の宿賀施設を中国に派遣した。チベットの施設が渡した小解析宛書館には、我々はダライラマによる高級的な宗教、 政治的統治によってチベットの独立を守り続けたいと記されていた。この施設団は南京で行われた中国の憲法制定議会に参加している。1947年から1949年にかけてラサ政府はチェポンである WD 社カッパ率いる通商施設団をインド、香港、南京、アメリカ、英国へと送った。 英米などは同じ連合国である中華民国に配慮し、チベットによる独立主張について施設団と協議しなかった。他方、施設団がチベット政府によって支給されたパスポートで旅行することを許し、米国は非公式に通称施設団を受け入れた。1947年、チベット政府は施設団をインド、デリーで行われたアジア会議に送り、 ここで自身を独立国家と表明した。そのため、インドは1947年から1954年にかけてチベットを独立国家と認識していた。また、この会議にはチベットの旗が持ち込まれたが、これは公的集会におけるチベット旗の最初の出現だった。チベット施設団は1948年に都営し、英国首相。 クレメントアトリーに面会している。中華人民共和国のチベット侵攻中国人に自己批判させられる。チベット女性1949年国境内戦で中華民国に勝利した中国共産党が中国を掌握する。チベット政府は中国政府とつながりのあるすべての中国人を国外追放し国民党と共産党の双方から非難される。 1949年6月11日にパンチェンラマ10世がパンチェンラマ9世の転生として中国国民党政府の承認を受け即位した。中国共産党政府は翌1950年1月には新中国政府によるチベット中流を要求した。1950年6月英国政府は庶民民で中国のチベットに対する 総主権を認める準備はできている。しかしチベットは自治権を尊重されていることだけは理解してほしいと表明したが、1950年10月、人民解放軍はチベットのカムドに侵攻し、チベット軍の散発的な抵抗を破った。1951年に中国軍はチベット全土を制圧。ンガプンガワン軸目に引き入られるチベット当局代表は、 ダライ・ラマの許可を得て、中国政府との北京での交渉に参加し、17カ条、協定が結ばれ、チベットを覆う中国の主権が明言された。この合意は、数ヶ月後、ラサで批准された。この後、チベット政府は、自治の枠組みを保とうと努力を続けたが、人民解放軍がチベットに駐留したことで、チベットは、中華人民共和国の支配下に入ることになった。 中国共産党政府によるチベット併合後、チベット人による抵抗運動はことごとく弾圧され、多数の市民が大量虐殺の対象となった。1952年から1958年における、関路地区において1万人が犠牲になった。中国政府は、チベット併合後、一貫して、独立運動、亡命政府を分離主義として非難し、 信仰や併合及び虐殺その他を正当化している。中国共産党は、旧国民政府が、成功省に帰属させながら、実際には、実行支配を確立できなかった、カムセ部については、中国政府に忠誠を誓う、チベット人によって組織されたショート解放委員会の、元、引き続き、チベット地方に帰属させ、 カム地方東部のみを範囲として、成功肖像族自治区を発足させた。この時、チベット人の比率が低い南昇地区は、雲満地方に移管された。この成功肖像族自治区は1955年に廃止され、カム地方東部は、四川省に組み込まれる。チベット動乱中国政府は宗教を排撃し、遊牧地であった土地を取り上げ、漢族の大量入植を進めた。 このため、チベット人との圧力が高まり、1956年、アムド・カム地方で公中放棄が全面的に勃発し、チベット動乱が始まった。1956年末、中国の区分で、四川省に所属する、両山美獣とめ、西小、皇帝、チベット所属で当時チャムド解放委員会管轄下の、ギャンダゾン、ボーコーラによる、第一次放棄が起きる。 中国軍は1957末に平定に成功。さらに、反乱勢力10万人に、人民解放軍6万を動員して鎮圧する。中国共産党発表によれば、2万人を殲滅し、2万人を逮捕した1957年には、ゴンボタ氏は、米国 CI への支援を受け、東、チベット人を中心とした、反乱部隊。 チュシガンドゥクを結成しゲリラ戦を開始する。1957年から1958年にかけて、バタン、イニシ、トクキン、中オサムラによる第二次砲機に対して、中国軍は1958末に平定に成功。5500人を殲滅した。 1958年3月から8月にかけて、甘粛から青海にかけての42万平方キロにかけて、チベット人13万人が反乱を行った。中国軍は、うち11万人を殲滅して平定した。また、青海省における、チベット人、モンゴル人の遊牧民5万人を逮捕した。この数字は、 青ウミチベットモンゴル人遊牧民総人口の10%に当たる。逮捕者の84%に当たる4万5千人が5人逮捕であった。交流中に2万3260人が死亡。誤って殺害された者が173人。宗教、民族分子259人、民族幹部480人が死亡。1959年には、 動乱がガンデンポタンの管轄領域にも波及し、同年3月17日、生命の危機を感じた、ダライラマ14世はインドへ亡命し、チベット亡命政府を建てた。1959年3月10日に勃発したラサ放棄では3日間で1万人の1万5千人のラサ市民が死亡。1959年3月から1962年3月までに、 中央チベットにおいて死亡、負傷、捕虜を含めて9万3千人を殲滅、武器3万5500兆、法70門を露覚した。アムド地方五六地区では1956年に13万人、あった人口が1963年におよそ6万人にまで減ったとされる。中華人民共和国国務院は、チベット独立軍を鎮圧後、チベット地方政府を廃止し、 チベットの統治を、チベット自治区光る備え委員会に委ねる。1966年、チベット自治区が発足。当1966年、文化大革命が波及し、公衛兵らサ進中を開始して、年長世代による宗教や信仰が急断された。チベットと、文化大革命チベットにおける、文化大革命は1966年7月の、 後衛兵のラサシン中によって開始された。8月6日には、数百人の後衛兵が、助官寺に侵入し、一週間にわたって徹底的な、破壊と略奪を行った後、この寺院を、後衛兵の兵舎とした。助官寺は1959年以降に、人民解放軍が、チベット各地で行った破壊や略奪に対し、周辺寺院の仏像や秘宝を保護するための保管庫の、 役割を果たしていたが、それら貴重な財宝はこの時点で破壊された。その後、ノルブリンがそしてラサ全域へと破壊と略奪の範囲を広げていった。州オンライン首相の命令で、ポタラグーと13カ所の礼拝所のみが人民解放軍により保護された。ありとあらゆるチベット的なものや仏像や宗教文献が破壊された。 それは寺院のみならず個人所有の仏壇や民族家具も同様である。そして宗教上の祭礼や習慣は例外なく禁止、伝統的な歌謡、民族衣装、伝統的な髪型などもすべて禁止され、チベット語は会話以外での使用を禁止され、毛沢東頭五六以外チベット語の出版物は姿を消した。その一方で何万枚もの毛沢東の写真が、 配布され、ラサ市内のあらゆる住居に飾られた。1967年4月までに、公衛兵の新中規模は、数万人へと拡大した。しかし、公衛兵はいくつかに分派して、互いを、反乱分子と敵視していた。ついには、ラサ市内で、公衛兵同士の市街戦が勃発した。1967年の秋以降、4月江市、ギャンツェ県、 関税県など、チベット各地で衝突が、発生、1968年1月のラサ市の、衝突では、数百人の死傷者が出た。こうした、大規模な武力衝突の中で、チベット人も多数死傷した。タム人と言われる、人民裁判で、僧侶は厳しく求断された。罪名を書いた板を、首からかけて、ラサ市街を引き回され、 罵倒され、殴られ、打ちのめされ、最後には息を引き取った。地主階級や貴族階級も弾圧され、分派した。公衛兵は互いに競い合うように逮捕して球断した。文化大革命が1977年に終結。1959年以前、チベット全土に約6000以下所余りの寺院が存在したが、その多くが破壊されて閉鎖されていた。 さらに文化大革命で残された人も、破壊と略奪と根絶の対象となり、最終的に破壊を免れた者は、ごくわずかであった。パンチェンラマ10世による還元と、当国1949年以来、中国共産党は、パンチェンラマ10世を攻遇し、ダライラマに対抗する親中国派のチベット、民族指導者に仕立て上げようとしてきた。パンチェンラマ十世は、 チベット自治区準備委員会主任、人民代表委員を歴任した。古今東とも信仰があった。チベット人社会は、パンチェンラマ10世を、中国共産党の区別とみなすこともあった。しかし、中国政府のチベット抑圧政策の実情に触れるに、連れ、パンチェンラマ10世は、次第に自立性を発揮し、1962年、パンチェンラマ10世は、 中国のチベット支配を批判した内容の7万ことにも上る歓言を上層した。さらに1964年にラサで催された大祈願祭でダライラマを批判せよとの中国共産党の命を受けて演壇に立った。彼は公衆に向かってダライラマ法王はチベットの真の指導者であり、法王は必ずやチベットに復帰されるであろう。 ダライラマ法を万歳と演説した。これらの行動によってパンチェンラマ10世は共産党の激怒を買い自己批判を強要され文化大革命の際には公衛兵に拘束されて1968年から1978年2月25日まで投獄された。核ミサイル発射基地の建設中国は1970年の初頭に アムドの北西部先端にある、ザイダム盆地に DF-4 ミサイル発射用地を完成させ、核ミサイルを配備した。チベット四川省のザイダム、テルリンカ、青海省と四川省の境界の4カ所に、ミサイル発射用地が整備されている。省、ザイダムには、射程4500から 7000km の東風マイナス4が配備されており、緊急時には、大、ザイダムに、 核ミサイルが移送される。また、チベット高原のアウミ省と四川省の境界上には、新ミサイル部門が設立され、4機の DF-5 ミサイルが配備されている。アムドにある4つのミサイル発射用地の連隊本部でも、アルテルリンカには DF-4 よび大陸間弾道ミサイルが格納され、チベット自治区内のナクチ中カ基地、リスル山には、 大陸間弾道ミサイル20機と、準中距離弾道ミサイル70機が配備され、その他、チベット自治区、ペロック峡国のある、ゴヤ山や、ラサのドティプーにもミサイルが格納されている。米中国交樹立による、チュシガンドゥク支援打ち切り1972年、米中の国交樹立により、アメリカ合衆国 CIA による、チュシガンドゥク支援が中止される。 1974年には、ュシガンルークは解体、ガム反乱も終結する。1975年には、ムスタンのチベットゲリラ基地が鎮圧され、閉鎖された。毛沢東後と、中越戦争1976年9月、毛沢東が死去し、翌月に文化大革命が終結。中国共産党のチベット政策にも変化が現れ、宗教がある程度認められ、 破壊された寺院が各地で再建されるようになった。1977年には中国はダライラマに帰国を呼びかけ、中国共産党とダラムサラのチベット亡命政府は協議を開始する。1979年2月、ダライラマの兄ギャロトインドゥプが北京を訪問し、会談を行った。中国政府は亡命チベット人のチベット視察を認めるようになり、 1979年から1980年にかけて、視察代表団が、経営3回チベットに派遣された。1979年2月に中国はベトナムを侵略、中越戦争が勃発し、ベトナム北部を一時制圧したが中国は撤退した。最前線部隊のチベット人も犠牲となった。 雇用法による改革1980年5月29日、党中央初期と総初期雇用法がチベット視察に訪れ、その惨端たるありさまに落類したと言われる。雇用法はラサの演説でチベット政策の失敗を表明して謝罪し、共産党にその責任があることを認め、中央政府は今まで数十億元をチベットに費やした。チベット自治区は、 どこに使ったのか、川に投げ捨てたのか、とチベット自治区政府を批判、チベットの自治を強化し、中央政府の政策が、チベットの現実に合わなければ、チベット人はそれを拒否し、廃止する権利を持つと約束した。雇用法は、チベット自治区初期の任境を解任し、さらに自治区の中国人幹部を85%交代し、政治犯たちを釈放。 チベット語教育を解禁した。しかし、1980年8月に予定されていた4回目のチベット亡命政府史殺断派遣は中止された。改革開放以来、チベット人の自由が一定程度高まり、チベットの各地でダライラマ14世の写真が掲げられるようになった。1982年、中国憲法に基づき、信教の自由を 改めて保障した上で、総員の再建事業に着手させ、外国人旅行者にも、チベットを解放した。だが、チベット人に対する弾圧は依然として続き、1982年5月には、チベット人活動家115人が逮捕された。和平交渉決裂1983年には、中国とチベット亡命政府との和平会談は、最終決裂する。 改革開放政策の反動として中国共産党は精神汚染撲滅運動を実施。同1983年11月にはラサだけで750人が政治犯として刑務所に収容された。チベット内部で弾圧が継続される一方、開放路線を呼び観光政策は高層し、1985年には個人旅行も許可され、 1987年には4万7千人の観光客がチベットを訪れた。個人旅行者はチベット人から熱烈な歓迎を受け、チベット人がチャイニーズノーグッドと叫ぶのを耳にしたと言われる。1985年7月に5回目のチベット亡命政府視察団派遣が実現したが、それ以降は全く許可されていない。雇用法は保守派の巻き返しに合い、 1987年1月16日の政治局拡大会議で更迭された。それに伴い、チベットの解放政策も撤回された。1987年3月、パンチェンラマ10世は、北京の全人代チベット自治区常務委員会において、中国政府のチベット政策を批判した。1987年9月21日、ダライラマ14世は、 アメリカ議会で演説を行い、5項目和平プランを提示する。チベット全土を平和地帯とすること。民族としてのチベット人の存在を危うくする。中国人の大量移住政策の放棄。チベット人の基本的人権と民主主義自由の尊重。チベットの環境の回復と保護。中国がチベットを。 各兵器製造及び各廃棄物処分の場所として使用することの禁止。将来のチベットの地位、並びにチベット人と中国人の関係についての真摯な交渉の開始。この演説に対して中国政府はダライラマを分離主義者として非難し、アメリカ政府へも抗議する。助監寺での虐殺道1987年9月27日。 助漢寺で数十人の僧侶がチベットの旗を掲げてラサ市内をデモ行進し、チベット独立と中国人の本土への帰還を訴えた。中華人民共和国の建国記念日である10月1日、再び僧侶が助漢寺の周囲を行進すると中国武装警察がデモ参加者を連行した。怒ったチベット人民衆数千人が警察署に投石を行う。 武装警察との睨み合いがしばらく続いた後、武装警察は発砲し、無差別殺戮を始めた。助官寺周辺は大混乱となり、多くの死体が横たわり、外国人観光客は、チベット人からこの現実を撮影し、全世界に広めてほしいと懇願された。少なくとも数十人が虐殺された。10月6日には、ラサ市内で再び、チベット人60人が、 デモ行進を行った。警察は参加者全員をコンボで投打し、逮捕した。欧州議会は1987年10月14日に、中国による、チベット人の人権抑圧避難決議を決定する。西ドイツは1987年10月15日に、同様の避難決議採択。ラサボードを1988年2月末、ラサで、扇東方へ、 モンラムチェンモが11日間にわたって開催された。チベット伝統の宗教行事は1960年代から禁止されてきたが、1987年から解禁された。中国当局は6000人の武装警官隊を配備した。最終日の3月5日、一人の僧侶がマイクをつかみ、チベットに自由を、チベットに独立を、中国の抑圧を倒せ、 ダライラマバンザイと、マイクで叫ぶと、監修のチベット人も叫び始め、チベット民族の歌を歌い始めた。武装警察は、催涙ガスを撒き、多数の僧侶が連行された。これを受けて、ラサ市内で暴動が起き、中国人が経営する商店が放火され、中国仏教協会チベット事務所と警察署も襲撃された。翌3月6日には、 ラサ全市民の捜索が行われ、2500人のチベット人が逮捕され、拷問をされた。4月17日にも、2層15人前後が、助官寺前で、デモ行進を行い逮捕された。1988年12月10日、助官寺で、僧侶たちが、デモ行進が行うと、武装警察が再び無差別発砲を行って、虐殺し、 少なくとも15人が虐殺され、150人以上が重傷したとオランダ人旅行者や西側ジャーナリストよって目撃されている。1988年12月19日にはチベット人学生70人が北京の天安門広場でデモ行進を行った。12月30日にもラサ市内で500人のデモ行進が発生した。古近闘によるラサ戒厳令。 福国1988年12月、チベットとの平和的対話に積極的であった古近東がチベット自治区統一書記に就任する。1989年1月24日にパンチェンランマ10世は中国政府の用意した演説原稿を無視し、チベットは過去30年間、その発展のために記録した進歩よりも大きな代価を支払った。 二度と繰り返してはならない一つの過ちと自説を述べ、中国政府を再度避難した。その4日後の1月28日、死去。暗殺説もあるが、中国政府は、心臓麻痺によるとしている。1989年2月17日の旧正月、チベット国旗が、助監時に、2月20日には、市内16カ所に掲揚された。 1989年3月5日、ラサ市内で数百人がデモ行進を行い、チベットの国権を掲げて独立を主張した。武装警察は発砲し、無差別大量殺戮を強行する。翌3月6日も、チベット人はデモ行進を行い、参加者は数千人に上り、中国銀行、警察署、観光庁の建物が襲撃された。 3月6日夜から中国武装警察がチベット人の各家庭を襲撃し扉を叩き壊して住民を殴り倒し子供や老人を銃殺しもした。翌1989年3月7日、古今東はラサに戒厳令を布告する。これは中華人民共和国史上初のことだった。会合、行進、陳情、静願、集会が禁止され、 武装警察によるチベット人への暴行が展開され、中国系ジャーナリストのタンダー・シェンによると、400人が虐殺され、数千人が負傷し、3000人が逮捕された。欧州議会は1989年3月15日に、中国によるチベット人抑圧について、非難決議を決定する。イタリアは1989年4月12日に、 避難決議採択。ラサ改憲令は1990年5月1日まで続いた。ラサで改憲令が布告された1月後の1989年4月15日に雇用法が死去すると翌16日から北京の大学生を中心に追悼集会が開かれてから共産党の腐敗と民主化を訴えたデモとストライキが行われるようになる。 21日には10万人を超え、5月に入ると、中国全土でデモは50万人規模となり、5月19日、北京に戒厳令が敷かれ、5月23日にはデモは100万人規模となる。6月3日の夜中から6月4日未明にかけて、中国軍が発砲を開始、デモ隊を鎮圧する。死者数は不明だが、数千に上るともされる。この事件を受けて、 西側諸国は中国に対して経済制裁を実施。武器を持たぬ市民への虐殺といえる武力弾圧に対して建責を発表し、G7 による対中首脳会議の停止、武器輸出の禁止、世界銀行による中国への融資の停止、日本からの対中百貫停止などの外交制裁を実施した。古錦東は、 チベット自治区の最高責任者にあった4年間、分離主義の弾圧と経済建設推進政策を実行した。古今東によるチベット独立運動の弾圧は北京政府に評価され、後、中央政府幹部に昇進する理由となったとも言われる。一方、チベット人からは古今東は弾圧の当事者として以後休断され続ける。1989年10月、 亡命中のダライラマ14世が、ノーベル平和賞を受賞。独立に代わり、真の自治を求めることで妥協を図る、ストラスブール提案を提示。中国は抗議。12月10日、ダライラマ法王は、オスロで演説を行った。法王は、チベットの独立を放棄し、中国国内での高度な自治を要求し、武力を用いずに平和的な問題の解決を主張した。 ダライラマ14世は翌年から積極的に各国を訪問する。欧州各国による避難決議、ダライラマ法王の平和的な呼びかけにもかかわらず、中共当局はチベット人に対する暴力的な弾圧を続けたため、欧州議会は1990年4月25日に避難決議を採択。 オーストラリアでは1990年12月6日に中国によるチベット弾圧避難決議を採択した。1990年代に入っても中共当局は電気棒、鉄の棒による、痘だ、犬に手足を噛み切らせる、女性を電気棒で犯したり、妊婦を蹴り流産させたり、逆さずり、性的暴行、意識を失った犠牲者への放尿血液や、 体液の強制抽出などの拷問を依然行っていた。1991年4月10日には146人のチベット人が犯罪者として逮捕された。オーストラリアは1991年6月6日に避難決議が採択。1992年2月、武装警察はチベット人の家庭に押し入り、ダライラマの写真やビデオを押収。 逮捕者は200人に上った。この1992年に救済溝、王陵がユネスコの世界遺産に登録された。チベット初の世界遺産登録物件である。この2箇所はアバチベット族ちゃん族自治州にあり、東チベットのカム地方にある。1993年5月24日には1万人以上の大規模なデモ行進が行われたが、 中教軍によって武力鎮圧された。1994年にはラサのポタラ宮殿がユネスコの世界遺産に登録された。1994年の第3回チベット工作座談会では中国によるチベット政策が次のように表現されている。また三次制限として不妊手術なども行われており、これは東トルキスタンでも行われている。 パンチェンラマ11世問題パンチェンラマの転生者探しは1991年から行われていたが、1995年1月、玄軍中期に馬少年がパンチェンラマの転生者として発見され、1995年5月14日、ダライラマ14世は少年をパンチェンラマ10世の転生者として正式に発表した。すると、 3日後の5月17日、中国当局は、玄瑠少年一家を拉致し、パンチェンラマ11世の認定関係者を逮捕投獄した。中国側のパンチェンラマ転奨者、探索委員会委員長を務めていた、タシルンポ自創委員長、チャデルリンポチェは、ダライラマ認定を指示したため逮捕され、祖国分裂と国家機密漏洩の罪で、懲役6年の刑に処せられた。 さらに、中国共産党は1995年11月29日、ギエン義ェンノルブ少年を、金平聖苦寺により、パンチェンラマの転生者に認定した。その後、ギエン義ェンノルブ少年は、歴代パンチェンラマが座数を務めている、タシュルンポ寺に移され、さらに同時には、中国共産党が9人の工作隊を派遣し、週2回、1回3時間半にわたって僧侶に対して、 政治教育を継続している。国際社会は中国政府に玄文少年の居場所を公表するよう強よく要請。中国当局は1996年5月28日、少年と両親を保護していることを認めた。玄文少年は2012年現在も行方不明。1996年3月15日には中国による パンチェンラマ探索介入を非難する冊子を配った理由で4人の学僧が逮捕された。この件で逮捕されたチベット人は80人に上る。1998年、国際連合人権高等弁務官メアリー・ロビンソンがチベットを訪問した。カルマパ17世の亡命1998年、中国によって、 新中国共産党派のチベット仏教指導者として育成されていたカルマパ17世は仏教修行のためにインドへの旅行を中国政府に打診したが断られ続けていた。当局の監視が強化された上にツルプデラで中国人二人によるカルマパ17世の暗殺未遂事件が起こった。1999年12月28日、 当時14歳のカルマパ17世はツールプデラを脱出し2000年1月5日にインドのダラムサラに到着しダライラマ14世と面会を果たし祝福された中国による放射性廃棄物処理施設中国はチベット地域にチベット側に合意をと取らず秘密裏に各廃棄物処理場や核ミサイル基地建設を 進めてきていたことが近年明らかになっており、中国側もこれらの施設の存在については現在は否定していない。これらの核廃棄物には中国の核実験で生じたものや、また海外の廃棄物を引き受けたものがあるとも言われる。また、処理施設といっても放置しているだけであり、住民の被爆が亡命政府をはじめ懸念しているが、調査は行われていない。 1992年のバーゼル条約では輸入国の同意なしの有害廃棄物の輸出を禁止しているが中国はこれに調印している。1993年の人権世界会議委員宣言では毒物及び危険物質の不法投棄は人類の人権、生命、そして健康を脅かす重大な問題となり得るとされ、1998年の 会議では特定の工業国が有害廃棄物リサイクルによって利益を得ることがないようにしなくてはならないとされたとき中国はこれを指示した一方で中国はチベット高原にチベット側の合意なしに廃棄物を投棄してきた1984年には中国は60億ドルでヨーロッパの原子炉の4000トンの放射性廃棄物をゴビ砂漠に保管している他にも 海外の廃棄物を中国が受け入れることについては、例えば1991年には、米国メリーランド州、バルチモア市の下水汚物2万トンが中国に144万ベイドルで輸出された。仲介した海南洋行グループは、中国の輸入規則では、輸送に政府の承認は不要とした。しかし、米国ミルオーキーの下水処理施設では、 汚染物質と筋縮性即作効果症の発生との関連がグリーンピースらによって報告されるなど廃棄物の汚染の危険性が抗議されこのチベットへの汚物輸送は中止となった中国は1991年4月チベットにおける核兵器の配備と核廃棄物により核汚染が広がっているという主張に対し全く根拠のない話としたが チベットへの核廃棄物投棄を認めている。中国各国栄光社のユー・ディー・リャンは中国は89年から93年まで多大な費用をかけ閉鎖された核兵器基地の環境状況の厳重管理に当たったと述べている。1993年、リシュイとガンズイ近辺で病気の発生率が異常に高いという。 現地のチベット時に一死たシドルマの報告によると、第一級学会と呼ばれる、各基地付近で放牧していた遊牧民の子供たちのうち7人が癌で死亡した。1993年時点で中国は、甘粛省日市川の乾燥地帯に、初の放射性廃棄物陶器センター建設を、始め、さらに、中国南部、南西部、東部に建設を計画中であった。 廃棄物の地層処分についても現在は、深層処分が主流であるが、戦争処分技術についても、中国は、十分に安全と考えている。高レベル放射性廃棄物用地について、中国政府関係者は、中国には広大な廃分地区があり、用地を見つけることは困難ではないとし、チベットは、北京からも離れているため、核廃棄物を投棄するには、最適ともされる。 1995年7月には、海北、チベット属自治州のココノオールコ付近に、20平方メートルに及ぶ、放射性汚染物質用のゴミ捨て場があり、軍の核施設により廃棄物は出たが、安全性は30年間完全に保たれ、環境への悪影響、基地で被爆者が出たことはないと公式に発表した。しかし、核廃棄物が、 当初の保管の仕方、また現在の管理の仕方、及び危険性の調査について、詳細は公表されていない。1997年、北京のシンポジウムで中国は、台湾の核専門家に対し、台湾で累積される、放射性廃棄物の投機場を提供する。6万バレルの核廃棄物を引き取ると申し出たが、台湾は断っている。また、1月14日、 ガがばで若いチベット人が昇進自殺を行ったが遺体を押収した当局警察は遺体に対して足毛に塩を出したこれに起こったチベット族およそ100人が抗議するが中国武装警察は発砲2名のチベット人が撃たれている団子での騒動2012年1月23日中国政府がチベット族に対して旧正月を チベット式でなく、中国式で祝うように指示し、また、正月直前の1月22日からも沢卓頭、東昌平、江卓民、古今東ら歴代4人の肖像画を100万枚、チベット自治区の寺院や家庭に配布したことに起こった、チベット族は、四川省関税チベット族自治州路、各県で、チベット族が抗議でも行った。 中国共産党と敵対的なラジオフリーアジアやチベット亡命政府の発表をもとにした報道によると中国人民武装警察部隊はこのデモを阻止するために無差別発砲を行いこの発砲で2名から6名が死亡し60人以上が負傷した武装警察の発砲に対して抗議するデモ参加者は5000人規模となった同23日 四川省アバチベット族チャン族自治州、アバ県では、新ゴニ州を唱える僧侶らのデモ行進を治安部隊が、妨害し、暴行を加えた。同1月24日、イロタチ県でもチベット族のデモ隊と、中国当局の治安部隊が衝突し、数十人が被弾し、亡命政府発表では5人が死亡した。同26日、アバ県に近い上津住県で、 チベット族の群衆に向かって中国当局警察が発砲し一人が死亡した。1月末の騒動で武装警察の発砲でデモ参加者7人が死亡したと言われ中国国営の新華社は発砲は自己防衛と伝えた。2012年2月4日中国四川省関税チベット族自治州色立県でチベット族の住民3人が昇進自殺を図る。 カズトが死亡した。中国外務省の高麗副報道局長は、翌日の24日、真実を歪曲し、中国政府の信用を傷つけようとする海外の分裂主義者の試みは成功しないとチベット族を呼び、チベット亡命政府を非難する談話を発表した。2012年1月24日、米国務省、オテロ国務次官は、 伝えられた報道に対して深刻な懸念を表明した。ありがとうございます。